まだ無理だ。 まだ無理だ。 時間がいる。
間がいる。エネルギーが。時間がいる。オーユンという人を見かけたか。わからないわ。人食いはみんなを集めてむさぼり殺してる。でも何人かは連れ去られたわ。牢獄行きみたい。この怪物たち、なんで人を生かそうとしてるの。牢獄か。オーユンは生きているかもしれない。まだ無理だ。まだ無理だ。まだ無理だ。
時間がいる。まだ無理だ。まだ無理だ。まだ無理だ。ないのね。あなたは誰？包丁の音が止んだから次に狙われるのは私じゃないかって。
ドラヤに言われてきた。嘘。まだここにいるの？彼女にはすぐに会える。市場を通り抜けないと。あ、それよりももっと安全な道があるわ。昔牢獄だったところよ。地震の影響で数年前に封鎖されたの。人食いどもはどこか。ここからよ。盗賊の一味で昔中央側にある壁。昔は霊獄の入り口だったの。突破できそう。時間がいる。まだ無理だ。まだ無理だ。まだ無理だ。時間がいる。まだ無理だ。まだ無理だ。時間がある。まだ無理だ。まだ無理だ。まだ無理だ。抜け出せたわ。
手の震えが止まらない。少し待ってもらえる？ええ、彼女はどこ？もう大丈夫だから、ここなら怖くないよ。ゾライア。オーユン。戻ってきてくれた。危険なのに、待ってくれてたなんて。ああ、待つに決まってる。お前がいなかったら、途方に暮れるだろう。そうね、本当よかったわ。ああ、その運がいいのは認めよう。ああ、この人がお前の捜索を頼まれた。宮殿に入るのを助けてほしいと。脱出トンネルがあるわ。入り口は近くの洞窟の中で、オーバーシアの十字が書かれた小部屋の裏よ。剣が絵で交わってる。左の絵を押せば道が開くわ。洞窟か。仕方ない。旅の人、ありがとう。気をつけてね。行くよ。はいや。あれは商人の馬だな。黙っとこう。お前と初めて会った時、リリスとのつながりに影響されて、いずれ闇へ落ちるものだと思い込んでいた。エライアスと同じようにな。だがお前の行動を見る限り、その考えは誤りかもしれない。まあ、様子見だな。